岩月晋治は日本の農業技師。二十四種に及ぶ稲の品種改良を行い、西三河一帯の農業振興に大きく寄与した。岡崎市名誉市民。愛知県碧海軍中園村に生まれる。なお岩月が首相した直後の1889年10月1日、中園村は合併により、長瀬村大技中園となるが、 七前吉は同村の村長に就任している。長瀬、村立長瀬尋常小学校と厚生高等小学校に学ぶ。1906年3月、愛知県農林学校を卒業。8ヶ月ほど、母校の厚生高等小学校に勤務。同年12月、愛知県農林学校の山崎縁吉校長に招かれて、 壁海軍安城町の愛知県農事試験場に入った。1911年夏、大阪府柏原町にあった国立農事試験場を機内市場に赴き、稲の人工交配の技術を習得。稲は風雨、気温、病虫害の影響を受けることはなはだしく、自然に左右されやすいため農民の暮らしは不安定であった。岩月は、 人工交配による稲の品種改良に成功を傾け、1924年の愛知朝日を手始めに、早瀬朝日、東海千本などの有料品種の開発に成功した。1926年、手芸部主任。1929年には、驚異的な多種品種である千本朝日が完成。生産は安定し、西三河地方のみならず各地で、 飛躍的な米の増産をもたらした。また、もち米や酒造米の研究も行い、改良品種は24種に及んだ。さらに、米麦縄城の改良、麦の移植栽培、家畜の導入など、営農指導にも功績があった。その他、三柄と帽子、シャミを鳴らし、民謡の作詞作曲、振付を行った。喧嘩各地に160曲の民謡を残している。 主な作品に、矢作温度、矢作孝太、むつび孝太、むつび青年化、岩津孝太、元軸温度、三流社温度などがある。1947年11月27日に、吐血し、翌1948年、安城町の厚生病院に入院した。同年5月9日、肺結核のため高い、去年58、没後、 財団法人岩月義師業績検証会が設立され、岩月賞が設けられる。1961年7月1日、岡崎市名誉市民に推挙。ありがとうございます。